今回は医者と看護師、病棟勤務の暗黙のルール。いろんな職場には暗黙のルールっていうのがあると思うんですけど、はい、今回は現役医師と現役看護師ということで、医者と看護師の暗黙のルールっていうのについて解説していきたいと思います、はい、看護師さん的には病棟経験もあったあかねちゃんはあるわけでしょ、うんうんうん、暗黙のルールみたいなのってあったりします？なんかそうパッと言われると、うん、何かなって思った時に、うん、1年目の時によくナースコールとかなるじゃないですか、うんうん、は誰でも早く行けって言われてました。うわー、それ新人が？新人が。うわ、めっちゃ大変じゃん。でもそれもなんかその先輩曰く、うん、もう後輩は離れしないといけないじゃないですか、はいはい、どんな状況が起こるか分かんないから早く独り立ちするためにもう急いで撮ってくださいみたいな。うわ、それめちゃめちゃいいように言ってた。でもその時は絶対よ、洗脳じゃないけど、お前は臭いだけだろうみたいな、洗脳じゃないけど、あ、撮らないといけないと思って鳴った瞬間走るじゃないけど、うわ、そうなんだ。あ、でも走ったら怒られるんですけど、走ったら怒られるけど、それぐらいの気持ちでいかなきゃいけないんだ。それ上の人ってあんまりじゃ撮り行かないの？それは。あ、でも先輩も忙しくしてた風に見えるんで、あ、忙しいんだろうなって。あ、なるほどね。それでも気持ちの中でさ、なんかお前が行けようとか思ったりすることってやっぱあるんじゃない？いや、でも慣れないうちは思えないんですよね。声かけるだけでも、うん、なんかお忙しいとこすみませんみたいな。うわ、へぇ、それ1年生が言う時に。うわ、そうなんだ。最初、本当に最初のうちはなんですけど、勉強のためにね、必要かもしれないしね、確かに、実際にこういろんな症例をね、聞くことによって、なんか教えてもらうことがいっぱいあるので、はいはいはい、なんかもう、そういう学生のスタンスじゃないけど、結構そういう感じ、関係的にもそんな感じ。あ、まだ1年目は、もう学生の延長みたいな感じなんだ。あ、でも最初はそうですね。看護学生さんとかもさ、結構暗黙のルールってあるんじゃない？いや、めちゃめちゃあると思いますよ。俺が思ったのは、学生の時の方が覚えてますもん。それこそ一回一回なんかあのお忙しいところみたいな感じでさ、あ、なんか あのよろしくお願いしますとか、今日も一日お願いしますみたいなことをみんなでなんか一斉に言って無視されるみたいな。シッてなるんで、うん、で誰か否定だけふって笑ってるんですよ。なんか先生が苦笑して笑ってる。誰も返事して。あげないの？分かるわ。あ、俺も、あ、俺も一回笑ったことあるかもしれない。俺かもしれないそれ。この誰も返事してないじゃんみたいな。そうそうそう。ふって笑う人がいるみたいな。先生もさ、言えないからね、そこでお疲れ様ってのは自分が言うのも変だなみたいな。そういうとこなんだろうね。その時に限ってなんかみんなこうそっぽ向くじゃないけど。すごいまでね、さっきまで話してたじゃんみたいな。急にふっていうなんか、うん、大変だよねあれもね。あれは結構。ね、あるあるなんじゃないかなと思います。怒られることとかあったりするの？ルールが破ったりとか、なんかこういう時に怒られがちみたいな。 あと準備とか、うん、次の日の手術とか、まあ、検査する時の準備とかあるじゃないですか、うん、物品出したりとかベッド準備したりとかいうのも、まあ、先に準備 しておくべきだよねみたいな。あ、なるほどね。結構新人が先に先回りしてやるとかが多かったかなって思います。日勤とさ、夜勤みたいな感じあるじゃん、遅番みたいな。うん、ありますあります。ああいうのはなんかこう、引き継ぎとかさ、うん、そういう暗黙のルールみたいなことないの？なんかこの日勤さんがこの遅番の人に申し送るとか、うん、夜勤の人が来たらとか、うん、なんかイメージ的には日勤の人がさ、一応5時まででしょ、あれって。あ、5時まで、5時までです。でもなんか、なんだろう、夜勤の人が来たけど、うん、こう引き継げないとか、なんかすごい遅くまで残ってるみたいな。そうなんですよ。日勤で部屋持ちするじゃないですか。そのまま夜勤の先輩に引き継ぐ時って結構なんかあれやってないこれやってないのままなんかポンって投げちゃうと、はい、なんかえ、なんでそれやってないのってなるんですよ大体、うんうん、一番最初に、まあ、最低限のことは全部やって引き継ぐことを前提になんか部屋のなんか環境整理まで完了してから大体引き継ぐ。すごいね。なんかもう業者さんみたいな。そうなんですよ。1日勤務が終わったらナースカットって結構ぐっちゃぐちゃになるんですよね。1年目の時とかなんか点滴とかも回収した後のボトルをちょっと下にバーってなっちゃったりとか、なんか書類がこう上に山積みになっちゃったりとかするんで、大体そのままの状態だと良くないから、まあ、とりあえずそれを片付けて環境整備してみたいな、もう全部やってから申し送りするとか。してないとじゃあもう怒られるわけだ。ちょっと来なさいって。ちょっと怖いね。ちょっとちょっとは主任のちょっとは怖いわ。市長の
ナースさんってさ、ああいう休憩ルームみたいなとこあるじゃん、うん、夜勤とかこの日勤の、はいはいはい、ああいうところのなんかルール的なことはあったりしないの？席って決まり、なんか、まあ、大体市長さんが座る席とかは決まってます。怖いわ。休憩がなんか結構一斉に参拝してるみたいな前半後半って決まってるんですよね大体、うん、で市長さんが大体後が多い方ですよ私の病棟は。なんで、まあ、市長さんが休憩入るときは大体なんか真ん中の席とか、あの結構ゆったり座れる席。いやもうなんか大奥みたいな感じじゃん。いやでもすごいあのお上品な市長さんだったんでそんな威張ってる感じとかはないんですけど、はいはい、皆さん気を使うじゃないですか、うんうんうん、なんでなんか真ん中のなんか特等席じゃないけどへえなんとなくまあそういった仕方になったりするんだね。でも1年目の看護師はなんかソファーの3人座るところを5人きちんと座ってご飯食べる。でもあれでしょ市長はもうあの大奥としてこうゆったり座ってるわけでしょ。まあ先輩とか、まあ、ベテランナースとなんかおしゃべりを楽しくしてるみたいなイメージ、はい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 、市長がタバコ吸うときにこうライターだとかそんなにさすがにそれもさすがにそれでもお菓子とかもさ結構大変じゃないああいうのってお菓子をこうなんか看護師さん買ってきたりとか、なんか言われてからじゃないと食べるのはちょっとなみたいな時はありました。あなんかね確かに上の先生がこう食べ始めないとこう、うん、手出しづらいみたいなそういうとこはありそうだよね。先生だと出張とか行くじゃないですか、うん、そしたらお土産とか絶対買わないといけないなとかありますか？ あるかも。確かにこっちの暗黙のルールで学会だったり行った時は帰りに何か買ってこないと市長にちょっと怒られるみたいななんか結構そうありますよね。なんか看護師も、うん、もらったらありがとうございますって、まあ、絶対嬉しいんですけど、うん、いなくなった瞬間にあれこれ前も買ってきてくれたじゃないもういなくなった途端言う人いますよねなんかこの確かにねこのお土産なんかセンスないよねみたいな、うん、看護師さん辞める時もさ結構大変そうじゃない。友達の話とか聞いててもなんかなかなか辞められないみたいな。恐ろしいことになんかこう大きな病院だとなおさら辞めるときに、うんうん、なんか年単位で早めに年単位そうなんですよ。いやだいぶ前じゃない年単位って。そう私は結構あの、まあ、市民病院でも結構大きい病院で働いてたときに、うんうん、辞めるって言って半年後にようやく辞めれたぐらいだったので。それは最初はさ辞めるって言った時はどういう反応するの？あでも絶対に引き止められます、ね、言われたことも全然なんかこう間違ってるなとか思わないんですけど、まあ、理由として今辞めたら挫折の経験で終わっちゃうから、うん、それが絶対心の中に残っちゃう、うん、だから新しい職場に行っても絶対同じとこでつまずくよっていうふうに言われるんですよ、うん、はいはいはいはあ、って思うじゃないですか。なるほどね確かにね間違ってなくはなさそうな感じだけど、そう私まだ経験積んでないとこから辞めちゃうと、うん、なんか結局今乗り越える時期なのに新しいところに行ったとしてもそれを乗り越えてないから また挫折しちゃうよって。だから1年目は厳しくて当たり前です。それ言われたらでも入ってるしかないよね。はい、どんどんこうしてると確かにスンってなるんですけど、言われることもすごい分かるんですよ。分かるからこそなんかこう説得されちゃうとそうだよなって踏みとどまる人が多いのは多分そう、それがあるからじゃないかなって。なるほど。でも半年とか長いねちょっと。確かに友達もなかなか、うん、そうなんか一人いなくなることで負担って結構大きいじゃないですか、うんうん。だから自分がいなくなるとどうなるかってみんな考えるんですよ。友達も絶対辞めるときに言うのが一番最初それで、なんか私がいなくなるとすごい一人分いなくなることで負担にかかるから迷惑かけるから今は抜けられないって言ってずっといる。そうずっとね、今はがずっと続いちゃうみたいな。看護師さんはその働いてる事情っていうのはねだいぶこう上下関係縦社会とか大変そうだなってこう旗から見てるとねちょっと思うね。残業代とかもさなんか大変そうじゃない、うん、あ確かになんか先輩が「あ今日残業申請していいよ」って言われた時に申請出すっていうのはありました、うんうん、めちゃめちゃブラックじゃんブラック企業よりもねだいぶブラックな。いやでも全然白衣土星子天使じゃないっていう。先輩は自分のなんかあここはなんかその残業申請出すべきだなっていう時に自分で申請出せるんですけど、なんか後輩はなんかそれをあ先輩出してるなって思った時に出すか、
先輩に、あ、え、この日すごい残業してたじゃん、出しなよって言われたら、あ、ありがとうございますだってさ、その先輩が別にね、取り仕切ってるわけじゃないでしょ、だってその残業をね、ジムさんじゃないもんね、だって違うんじゃないですか。でも先輩が言わないと、やっぱ入れられづらいんだ。あ、いいんですか、ありがとうございます。うわ、超ブラックだね、それ。だいたい、まあ、それは確かにこうやめてく人多いというかね、なかなか。先生は逆に対照的で、うん、いつでもなんか残業申請出してるみたいな。あ、そうなんだ。看護師って大変だねってめちゃめちゃ言われたことあるんですよ、うん、でも確かにね、そこら辺は別にお医者さんの場合はね、別にその事務さんとか上の先生、そこは多分あんまり気にしてないんじゃないかなっていう感じはするかもしれない。ゆるいというか、ある意味なんか先生なんだから取ってくださいねって言われてる方が多いような気がします。確かにそこは医師と看護師ではちょっとね、違いみたいなところあるかもしれない。なんかどうしてもやっぱ先生が言ってくれなきゃみたいな感じがあるから、なんか市長さんとかも結構先生にはなんか手厚いイメージ。あ、そう、いやでもね、市長さんはこの、まあ、イケメンとイケメンじゃない人で俺はなんか差があるような人によるけどね、もちろん研修医とかはね、イケメンというか、もう市長さんのお気に入りの人はすごい優しいけど、うんうん、お気に入りじゃない人にはめちゃくちゃ怒るみたいな、そういうのはあった気がする。怖っ。あったあった。なんかもう全然同じことをやってるのに全然違うじゃんみたいな。目に見えて分かったら悲しいですよね。あ、うわ、そうだね。そうなんだ。そうそう、悲しいね。お医者さんのね、暗黙のルール的にはね、まあ、結構どこの職場でもそうかもしれないけど、まあ、上の先生がやっぱ帰んないとちょっと帰りづらいみたいな。ああ、ありますよね。まあ、一人前で、ね、一人立ちしてきたら、はい、あの帰っていいと思うけど、あ、自分が、まあ、これぐらいで切り上げていいかみたいな時に。多分看護師さんもね、上の人が帰んないと。いや、ありますね。まあ、でも新人の時の方が残ること多いんですよ、新人の方が。なんで先輩が先に帰ってるか気使って残ってくれる先輩もいるぐらいでした、逆に。あ、なるほどな、そうなんだ、うん、僕のあのお医者さんの時の、うん、あのお医者さんの暗黙のルールは、うんうん、研修の時に回った時に、僕は市民病院で回ってたんですけど、その時に研修医の1年目と2年目と、うん、内科の先生、外科の先生、産婦人科の先生みたいな5人体制の当直で、うんうん、夜ですね、夜勤の時、はいはいはい、その時って必ずみんなであの、まあ、出前みたいなのを頼むんだけど、その出前 の, あのみんなの頼む注文の取りまとめをするのが研修医の役目っていうか研修医の1年生がいろんな先生にまず今日は出前を取るか取らないかっていうのを聞いていって、この先生は取る取らないっていうのを決めて、その5人の中の一番年齢が高い先生にどの出前にしますかって、こう高校ぐらいのお店のチラシを持ってって、じゃあその先生が今日はじゃあカレーにしようかって言ったら、あの他の先生にもあの何々先生がカレーって言ったんですけど、どの注文しますかって全部メモして点を合わせてやるみたいな。なんかすごいですね、業者の人みたいな。そう、あの AD さんみたいな感じ。 AD さんみたいな。あとはまあ仕事的にはやっぱりこう誰よりも早く行ってみんなの検査データを見て把握してなきゃいけないっていう。なんか私もよくやったんですけど、朝めちゃめちゃ早く行くのがなんかこう日課になってるから、なんか普通のちょっと時間過ぎて出勤するじゃないですか、なんか気持ち的には遅刻したみたいな感じなんですよ。あ、なるほどね。急いで行って、はいはい、なんかその日の情報をこう確認するみたいな感じ。わかる。本来は8時半でいいのに、まあ、8時に行かないと遅刻したみたいな気持ちになっちゃうね。自分的にはもうやばいみたいな。あ、わかるわかる。あんまり県外とかにあんま出るなみたいな、そういうなんか急変が起きるかもしれないから、あんまり旅行とかも行っていいけど、なんかなかなか出ちゃいけないみたいな。あ、常にそういうなんかピッチを確認してみたいな。そう、呼ばれたらすぐ行かなきゃいけないっていう。俺なんかもあの病院の横にあった寮に住んでたから、だからもう本当にもうみんなあのこの先生を呼んだら来るって知ってるから、隣に住んでるってみんなにバレてるからね、逆にあの呼び出されるっていうのもある。あー、なるほど。なんか私もなんか先生のお家でなんか寮なんですけど、みんなで鍋パーティーをしてる時にめっちゃ楽しそうしてるその家主の先生がピッチで呼び出されて、みんなはこう発汗してるのにその先生だけが壁に戻って、それあるあるかも。あ、それあるあるだわ、それそれをなんかよく、はいはいはい、あるある、めっちゃある、あるわ。先生はいないけどみんな楽しむみたいな。なるほどね。そういう時のさ、ルールとしてやっぱ医者が全部あの出すみたいなルールのあのお金、あ、ありがとうございます。お金は必ず全部お医者さんが出すっていう。
まあ、それはね稼いでるっていうのもあるかもしれないし、あの病棟の飲み会とか病棟のこの忘年会みたいな時にお医者さんだけお金多く出すみたいな暗黙のルールがありますね。各病棟だったりとか病院の暗黙のルールとかもいっぱいあると思うので、ね、うん、そういうのもしよかったらコメントの方にいろいろください。こういうの医者と看護師とかだったらかなり盛り上がるんじゃないかな、うん、ありそうです ね、 確かにね、皆さんもそういう話もしよかったら聞かせてください、はい、このチャンネルが良ければ高評価お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、せーの。